応まあこれ昨年提出した時の書類なんですけども、まあこれもちろん、今から撮影している内容のものだけじゃないですよ。ある程度法律名出してます。民法第1条とか、第34条、95条など、いろいろこう、どういうふうなことがあったかをある程度記載しています。あとは事実確認を裁判所が動いて、するだけでしたので、もしくは裁判所からの指示、まあ、他の裁判所も含めてなんですけども、もともと執行官室とかも、労働基準局の人とかが働きに来たりとかしますから、まあ、途中からこれ、民事訴訟法です。で、こういう内容かなり法律名出していて、不出頭に対する過料等とか、証人が正当な理由なく出頭しないときはとか、まあそういうふうな内容とかもちゃんと記載してるんですよ。で、これね、かなりの法律名結構記載してるんですよね。見てもらったらわかるでしょ。これで法律名と求めてるところが何なの、何かわからないっていうことで企画されてるんですけども、文章でも書いてますから、これ裁判始まってからね、いろんな人の証言とか状況とか聞かなかったら、わからない部分もあるから、それ裁判始まって相手からどういうふうな内容が出てくるか、それ聞いてから物事、あと証拠とか、それで物事を、進めていくしかないっていうのが僕の見解なんですよね。無理設定が多すぎますから、この世の中。で、まあ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で、役員等の第三者に対する損害賠償責任とか、役員等の連帯責任、設立者等の連帯責任とか、こういったものありますけども、まあ、まあ、設立者等となってくると、まあ、大体議員の人も含まれるんですが、もう少し前に、二十何条ぐらいのところとかでも、もう少しそういった文がはっきり書かれている内容とかも、あります。政党交付金の件のニュースとか流れてますけども、あそこからのお金で、その余計な内容を進めてきた部分の、損害賠償金に回してるのかとか、不記載のところ、だからそういったことあるのかどうかとかも実際聞いてみなきゃわかんないから、事務所とかに電話してもあれだし、あと、だから精神病院の件とかでも、拘束されていた件とか、この辺のところの、違法行為とかも、内容とも述べたりしていて、法律名も出してる。あとはその事実確認等を、するべきだったのに。あと処方箋の交付。これ、この、まあ、第22条により、これ、患者の方が断れるんですよ、本当は。薬。これは本当の話ですよ。まあ、いろんな内容記載してますけども、これ各自で六法全書を広げてもらってね、第何条に、何法の第何条にどういうふうなことが書かれてるかっていうことと、記載してる文章を読み取ってもらったらね、一時停止をしてもらいながら。よくわかると思いますよ。知ってる、この免許停止のところとかもそこまで踏み込んで、昔、弁護士の人に、精神病院の医者を結局免許停止にしたのかな、取り消しにしたのかな、ちょっとそこまでは覚えてないんですけども、それでテレビ局の、撮影スタッフとかに、職業、変えて、出てた人とかいるんですけども、だからそういう人ばっかりに我々に回されても困るみたいなことを言ってる人とかもいましたね。
で、これね、精子の生産されなくなる薬とか、こういったもの、まあ、この法律とか以外でも、あと、ま、人権のところとかでも大きく逸脱してますね。で、常識の多寡っていうのはかなり外れすぎている。これは心理書面とかですね。こういうのも提出してます。もうお手上げですね。本当に。